よし、大体事件の全容はこんな感じでしょう。ねえ、ちょっとまあ、ここスキップしちゃってると思うけど、再現開始で見ていこうか。犯人は君なんだ。あー、いやでもこれは衝撃の事件だったね。今回の事件は大神さんがある人物たちを娯楽室に呼び出したところから始まったんだ。そうだね。うん、3人呼び出されたのは葉隠君、深川さん、戸上君の3人。呼び出された3人のうち最初に娯楽室に向かったのは深川さんだった。深川さんは一足先に娯楽室に行き、ある場所に身を潜めたんだ。掃除ロッカーだね。娯楽室のロッカー、深川さんはその中に隠れたんだよ。うわ、そして大神さんが娯楽室に入るところをロッカーの中から見てたんだ。めちゃくちゃサスペンス感あるね。次に娯楽室にやってきたのは葉隠れくんだった。深川ちゃんが入ったと思ったから入ってきたんだよね。お可愛いんだよな。そこで大神さんに殺されると勘違いした葉隠れくんは取り乱してしまい、入ってきた葉隠れくんを落ち着かせようとキャンディーをあげたのにな。やっぱり先入観っていうのは怖いね。うわ、思わず娯楽室にあったモノクマボトルで大神さんを殴りつけてしまったんだ。あんなに流血したんだな、葉隠れくんの一撃で。大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠れくんは慌てて偽装工作に取り掛かった。まあちゃんとクズなんだよな、葉隠れくん。まあもちろん自然な行動ではあるんだけどね。テーブルの上にあった雑誌に大神さんのダイイングメッセージとしてある人物の名前を書いたんだ。深川、つまり深川さんの名前を書くことで彼女に罪をなすりつけようとしたんだよ完全になすりつけようとしてます。これは許せませんね。逃げ方よ。だけど当の深川さんはその様子を見てたんだよ、隠れてたロッカーの中からね。いやこれ事件解決した後にこの二人の信頼関係一生取り戻せそうにないけどね。深川さんはすぐにロッカーから飛び出し捏造された雑誌を棚に隠した。反対向きでね。だけど彼女はそこでミスを犯してしまったんだ。そのミスっていうのは、彼女は雑誌を棚に戻す際上下逆さまの状態で戻してしまったんだよ。うわ、その直後目を覚ました大神さんを目の当たりにした深川さんは血まみれだから気失っちゃうんだよな。大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。優しいよな、さくらちゃん。やっぱりそれによって彼女はジェノサイダーショーへと人格交代したんだけど、そこで目を覚ました彼女も血まみれの大神さんを見てやっぱり取り乱してしまった。まあ記憶は共有してないって言ってるからね。そして葉隠れくんと同じように手にしたモノクマボトルで大神さんを殴打したんだ。これが大神さんの頭部に2つの傷があった理由なんだよ。大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かったてか頭を思いっきり瓶で2回殴られても死んでないってさくらちゃんマジで強いよね。人間じゃない。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片とクイーンのモノクマフィギュアを処分することでね。でも全部は処分しきれなかったんだよな。こうして大神さんは同じ凶器で2回も殴打されることになったわけだけど、ここからだな、この事件の本番は。でもその2回の殴打の後でも彼女はまだ生きていたんだ。結構余裕で生きてそうだからね、瀕死とかじゃなくて。じゃあ大神さんの本当の死因は何だったのか。それは大神さん自身が科学室から持ってきた毒薬だったんだ。これは予想できないよな。彼女は娯楽室を密室にし誰も入れない状態にした上で毒薬を飲み、さくらちゃん全員が死ぬことでこの事件自体を終わらせようとしたんだよな。この希望ヶ峰学園でのこの悲しい連鎖を全部止めようとしたんだろうな。生き絶えたんだ。この事件普通は解決できないもんな。
そしてその死体を僕らが発見した。死体を発見した僕らはドアの窓ガラスを割ることで密室を破ったんだ。でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物がいたんだよ。いやでも朝比奈ちゃんもこれしんどかったんじゃないのか。その人物は娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いたんだ。ああ、よくバレずにできたよな、これが。そうすることで僕らの疑いを自分自身に向けさせようとしたんだよ。でも処刑されることになるんだぞ、これ。今回の学級裁判も間違った結論に導くためにね。めちゃくちゃ勇気ある行動だよな、ある意味では。そしてそんな偽装工作を行った人物こそ、いやー、苗木くんの声の震え方が胸に刺さるな、今の。うわあ。朝比奈さん、君なんだ。ああ、なんて悲しい事件なんだこれは。いやー、こんな悲しい事件はない。これが今回の事件の真実だよ。うん。悲しいな、悔しいな。大神さんは自ら命を絶ったんだ。まあ、隠し通したかっただろうな、これは。朝比奈さんはその事実を隠すために自分が犯人だなんて言ってたんだよね。親友の名誉のためでもあるし、この連鎖を終わらせるためでもあるしだったんだろうな。それが真実だと。まあ白夜では絶対にたどり着けない真実だね、これは。だが苗木、どうしてお前が、どうしてお前ごときがそこにたどり着けたんだ。いや、まあ言うてこれまでの事件も結構白夜くんより先に苗木くんの方がたどり着いてたりするけどね。俺がたどり着けなかった真実に。あー、乾杯を認めるのか、ここで。いや、それはまだわからないの？ああ、キリギリさん、言ってやってくれ。人間は計算や損得だけで動くわけじゃない、だからこそ人間は難しい。感情がね、生きた感情が乗っかってるからこそ人間なんだもんな。あなたはそれを理解していなかった。だから真実にたどり着けなかったのよ。ああこれは乾杯でしょう、白夜。ね、言ったでしょ。ああ、ドヤ顔。人の感情というものを軽んじていると、いつか足元を救われる。まあそうだね。あんまり他人を舐めてちゃいけませんよ。ああ、チャプター4完了か。今回の裁判めちゃくちゃ死にかけたんだよな。いや、でも本当に予想外の事件だったな、これは。これは本当に予想だにしなかった。こらこら、これでオチがつきましたみたいなムードになってるけどさ。まあ、投票タイムがまだだよってこと？お前だったら忘れてない？まだ投票タイムが終わってないよ。まあでもこれはみんなでさくらちゃんに入れて終わりだろうね。ああ、そうだったわね。本当に忘れてたの？まあ投票する相手がいないからな、言ってしまったら。テンション下がるな。でもさ、こういうのってお決まりだからさ、一応やっとかないといけないんだよね。まあ形式上でもね。いや、面倒かもしれませんけど、お手元のスイッチを押して投票してください。投票の結果、黒となるのは誰なんでしょうね。その答えは正解なのか不正解なのか、どうなんでしょうね。なんかめっちゃ含みある言い方してるな。でもこれはさくらちゃんでしょ、普通に。これでねえ、さくらちゃんじゃなくて全員が処刑されるみたいな、そんな流れにはならないんじゃないの、さすがに。ああ、そうだよね。犯人ではないけどね、具体的にはね。はーい。
そう、大神さくらさんを殺したのは大神さくらさん自身だったのでした。僕の存在って、はい、おしまい。なんだと。そうか、それが真実か。だが俺にはまだわからないことがある。おい朝比奈、お前は何のために大神の死を隠そうとしたんだ。あのまま隠し続けていればお前も処刑されていたかもしれないんだぞ。そら友達の名誉のためじゃないの。どういうことだ。そしてもう親友のさくらちゃんが死ぬんだから、みんなと一緒に死んでこんな悲しい連鎖は断ち切ろうって、そういうことなんじゃないのかな。ひでえぞ。そうだべ、危うくみんな死ぬとこだったんだぞ。何それ。だってそれが目的だもん。そうだよな。え、だってさくらちゃんが死んだのはみんながさくらちゃんを追い詰めたせいじゃん。そうだよな、みんなが彼女を殺したんだよ。だから死ねばいいんだよ。彼女だけを死なせるわけにいかないじゃん。あーららららら、あんたまさか私らを道連れにするために罪を償わなきゃ。いや、自分も朝比奈ちゃんは自分自身もさくらちゃんを殺した犯人の一人だと思ってるのか。私やみんなが殺したんだから、あ、だからみんなで罪を償うべきなんだよ。はぁ、ま、マジかよ、なんだってそんなことを。何、わからないなら教えてあげるよ。さくらちゃんがどんな絶望を抱えて死んでいったのか。あ、これを見てよ。我は全てに絶望した。醜い争い合いに絶望した。このまま殺されるのを待つくらいなら、我は自らの手で終わらせよう。それって、娯楽室の前に落ちてたのを見つけたんだよ。遺書だよ、桜ちゃんの。大神さんの遺書。今思えばその予兆は前からあったんだ。あれは私がジェノサイダーに襲われた直後、私が襲われたことを知ったさくらちゃんが怒って保健室から飛び出した後のことだよ。さくらちゃんを追って私もすぐに保健室を飛び出したんだ。ねえさくらちゃん、落ち着いて、私なら大丈夫だから。落ち着いてなどいられん。我が傷つくのは構わん、全ては我の責任なのだからな。だが我のせいで朝比奈までもが傷つくのは許せん。我のせいで我をかばったばっかりに親友が傷つくことになろうとは。さくらちゃん、我は我のせいで仲間同士が殺し合おうとしている。すべて我の責任だ。あ、本当にいいやつだな。さくらちゃん、責任を感じてた。全部自分のせいだって。だからきっと何とかしてみんなに許してもらおうと思って、それで三人を呼び出したんだよ。あの三人を呼び出したの？やめた方がいいよ、絶対に危ないって。大丈夫だ、少し話をするだけだ。だけど話し合いはできることもなく、いきなり殴りかかられて、もういいやってなっちゃったんだろうな、これ。でも。話って何の話？ねえ。ねえ、やめた方がいいって。三人がかりで襲われたら、さくらちゃんだって。朝比奈よ。勘違いするな。あいつらは敵ではない。あいつらは。仲間なのだぞ。さくらちゃん。うわぁ。いい子すぎる、マジで。きっとさくらちゃんは信じてたんだよ。みんなのことを本気で信じてたんだよ。話をすれば分かってくれるって、みんな仲間なんだからって。それなのに、どうして。それなのに。ああ、そうだよな、あまりにもひどいよな、これは。あんたたちはさくらちゃんの気持ちを踏みにじった。しかも最悪の形で。いや、これはマジで葉隠れくんが許せない。俺は一番許せない。いや、あれは事故みたいなもんで。いや、どこがだよ、明確に殺意持って殴って偽装工作までしてるでしょう。何言ってんの。事故なんて言葉で片付けないでよ。いや、それはそう、信じてたあんたたちに話すら聞いてもらえないで問答無用に殺されかけて、さくらちゃんはそんなみんなに絶望したんだよ。それがこの遺書の意味だよ。このまま殺されるのを待つくらいなら、それならいっそって。どうして。さくらちゃんはそこまで追い詰められて、
さくらちゃん、どうしたのその傷。朝日奈、朝日奈来たのか。待ってて、すぐ手当てするから。朝日奈、朝日奈よ。え、我はここでお前と出会えたことを嬉しく思う。どうしたのさくらちゃん、急に何言ってんの。頼みがあるのだ、さくらちゃん。え、プロテインを取ってきてほしいのだ。頼めるか。ああ、その間に命を絶とうとしたんだな。うん、わかった。待っててすぐに持ってくるから。この間だったんだ。朝日奈ちゃんが見てたら絶対に止められるって分かってたから。それが私とさくらちゃんの最後の会話だった。頼まれたプロテインを取りに化学室に行ったら、棚の前で粉末が撒き散らされてて、そこで気づいたんだ、さくらちゃんが毒薬の棚から何か持ち出したってことに。私は急いで娯楽室に戻ったんだけど、でもその時はもう、密室になってたんだ、さくらちゃん。開けてよ、ここを開けてよ。どうしてなの？さくらちゃん、どうしてさくらちゃんが死ななきゃいけないの？さくらちゃんだって弱いところもある普通の人間なんだよ。傷つけられれば血が出るし、傷つけられれば痛い。そんな普通の弱い人間なんだよ。それなのに、どうして？みんなは彼女を責め立てて、それをかばった私が傷ついたせいで、彼女はさらに重荷を背負って、しかも私は気づいてあげられなくて。朝日奈さん、私たちが桜ちゃんを殺したんだよ。桜ちゃんを追い詰めて殺したんだよ。どうしてなの？そんな私たちだけが生きてていいわけないんだよ。それで俺たちを道連れにしようと、わざと学級裁判で間違った答えを出させようと、みんなのことを恨んで死んだ桜ちゃんの無念を晴らすためだよ。でも本当に桜ちゃんはみんなのことを恨んで死んだのかな。でもそれも見破られちゃって、結局私は何もしてあげられなかった。朝日奈ちゃん、もう桜ちゃんに合わせる顔がないよ。ねえ、泣ける話のとこ悪いんだけどさ。ほら、長いよ、長い、そんなん眠くなっちゃうよ。っていうかさ、大神さんがどう思って死んだのか、朝日奈さんなんかが本当に理解してるのかね。だってさ、さっきの話だって大部分が朝日奈さんの解釈なわけでしょ。あの遺書に基づいた朝日奈さんの解釈。何言ってんの？分かってるに決まってんじゃん。だって私とさくらちゃんは、つまり、だからさ、僕が言いたいのはね、はい、その基づいたものが違うんじゃないの。本当はこっちだったりして。何？どういうことだべ。なんだべそりゃ。もちろん決まってんじゃん。うん、遺書だよ、大神さんのね。なんで2つあんだ。捏造したのか、オグモノクマ。衣装だって、衣装はもう朝日奈さんが。残念。あれを書いたのは僕だよ。なんて立ちが悪い。いや、それはマジで立ちが悪い。本当にこれは許せることではない。本当だよ。一方こっちは朝日奈さんの部屋に置いてあったもの、大神さんが朝日奈さんに当てたんだろうね。え、じゃあ私のこと騙してたの？まったく、騙すなんてやだな。僕は盛り上げようと思っただけだって。まあじゃあモノクマ的には別に全員が死んでもいいんだもんな。おやおや、っていうか、僕が書いた落書きを朝日奈さんが勝手に勘違いしたのが悪いんじゃん。大神さんの証明があるわけじゃないってのに。あ、確かに汚いぞ。汚くないよ、僕何にもしてないじゃん。僕が証拠をでっち上げたりした。学級裁判の行方を左右するような介入をした。事件はお前らの中で起きて、お前らの中で引っかき回し合ってただけじゃん。
あの衣装がきっかけになったとしても、結局全てはお前ら同士の間で起きたこと。だからノープロブレムなり、これも演出の一環きり。それでそっちの本物の衣装には何が書いてあるの？いや冷静、もう絶対ムカついてるだろうけど、ここで冷静に喋れるキリギリさんが大好きです。しょうがないな。では美声の呼び声が高い僕が代表して読んであげましょう。いや日本一有名なダミ声だけどね君は。ねえねえ、ところで衣装といえば気になりませんか？自殺する際に衣装を残すシステムを発案したのってどこのどなた様なんでしょうかね。待てよ。ですが残念ながらそいつは間違いなく自らの命を絶っていることでしょう。もう話を聞くことはできない。つまり真相は闇の中。怖いですね。ブルっちゃいますね。いい加減にして早くしてもらえる？はい、はいはい。では読みますよ。マジで本当にどうでもいい話ばっかりするからなこいつ。我が親友である朝比奈よ、お主に伝えておかねばならぬことがある。こういう形で伝えるのは心苦しいが、だが知っておいてほしい。それが我の最後の願いだ。ああ、知っての通り我は黒幕の内通者だ。ああ、我が黒幕に声をかけられたのはこの奇妙な学園生活が始まった最初の日の夜のこと。黒幕は我が一族の道場を人質に取ることで、我に手先となるよう命じてきたのだ。いや、これは断れないわな。たかが道場と思うかもしれんが、あれは我が一族が300年にわたって守ってきたものを、めちゃくちゃ由緒あるものなんだな。我の代で滅ぼすわけにはいかぬ。あ、だから我の命に変えてでも守らなければならぬ。ああ、そう思っていた。だがそんな思いこそが我の弱さだったのだ。これフルボイスで喋ってほしかったな。ここそのせいで我は黒幕に従うという過ちを犯してしまったのだから。そして黒幕が我に命じたのは、殺人を犯せという命令だった。これは結局やらなかったんだもんな。黒幕は最初の殺人が起きぬまま事態が膠着するのを危惧していたのだろう。だが黒幕にとっても我にとっても計算外だったのは、それよりも先に舞園さやかの事件が起きたことだった。それにより計画は変更となった。そこで黒幕は我に待機を命じた。次の膠着状態が訪れるまでの待機だ。だがそこでお主たちと生活を続けていくうちに、朝比奈と生活を続けていくうちに、桜ちゃん、我の決意は揺らいでいった。皆が必死に戦い必死に生き延びようとする姿を見て、我は自分の心の弱さを思い知ったのだ。黒幕に屈した弱さにな。そして何より、我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。ああ、そう思うようになったのだ。それで大神さんは、我は決めたのだ。ああ、もう引かぬ、もう媚びぬ、もう帰り見ぬと。いやー、このセリフを言ってかっこいいキャラクターは聖帝サウザーと大神さくら、ただ二人だけだよ。我は決心したのだ。お前と戦うと。だけどそのせいで僕に秘密をばらされ、みんなから嫌われる羽目になったんですね。みんなのためと思った決断のせいでみんなから嫌われるなんて、皮肉ですな。皮と肉だけですよ。骨なんてありゃしませんね。だが皆が我を恨むのも当然だ。さくらちゃん、すべては我の弱さが招いた結果なのだからな。そうだよな。さくらちゃんは自分の行動のせいで起きた出来事を人のせいにしたりしないよね。全然弱くないよ。それができるのは立派な強い人間だよ。だから自分に向けられる攻撃は全て甘んじて受け入れるつもりだった。それが
お主たちを裏切ったことへの罪滅ぼし、そう思っていた。だが甘かった。我一人が泥をかぶって済む問題ではなかったのだ。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。我の裏切りがもたらす不協和音と疑心暗鬼、それが殺し合いに発展することを黒幕は見越していたのだ。だがそれも全ては我の責任。うわぁ、この流れを自分の命を捨てて断ち切る道を選んだんだな。我にはこの事態を収拾させる義務がある。この義務を果たすため、我は黒幕から受けた命を果たすことにした。殺人を犯せという黒幕の命を。ただし我が殺すのは我自身だ。桜ちゃん、黒幕が誰かを殺せと言うなら我は我自身を殺そう。それなら人質となった道場も救われ、何よりお主たちに殺し合いをさせずに済む。我が死ねば争いの火種も消える。そのために我は命を懸けよう。うわぁ、さくらちゃん、お主たちにはその価値がある。うわぁ、我の命を懸ける意味がある。もう殺し合いは絶対に起こさせない。お主たちがどう思おうと、我の大事な仲間に他ならないのだからな。これを読んでも胸に響かない白夜じゃないと俺は信じてるよ。我にとって初めてのな。じゃあ桜ちゃんはみんなに追い詰められてみんなを恨んで死んでいったんじゃなくって、そんな、みんなが争うのを止めるために、みんなを守るために。そう、彼女が自らの命を絶ったのは彼女が弱かったからじゃなかった。むしろ逆だったのよ。彼女は強かった。強すぎたのよ。そのせいで自らの命を絶つことになってしまった。彼女は私たちを守るために自らの死を選んだ。そうだな、こんな決断は並の人間にはできないよ。そこまでの自己犠牲は普通の人間ではなし得ない。でも彼女の強さがそれを可能にしてしまったのよ。朝日奈よ、最後に謝らせてくれ。さくらちゃん、お主に何も打ち明けなかったのは、打ち明ければ間違いなく我を止めるからだ。本当にすまない。だが悲しまないでくれ。黒幕の企みを阻止できるのなら、お主たちの殺し合いを止めることができるのなら、我は本望なのだ。これが我の選んだ道、我のけじめの取り方なのだ。この遺書があれば、我の学級裁判もすぐに終わるはずだ。朝日奈よ、嫌な役回りを頼んですまぬが、後のことは任せたぞ。これから戸上と深川と葉隠れに会ってくる。死ぬつもりだとは伏せておくが、我の思いだけは伝えておきたいと思っている。あとは言葉ではなく行動で示すのみ。そうすればあいつらも気づいてくれるはずだ。我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな。さくらちゃん、いや、葉隠れ康弘、どんな気持ちなんだ今お前はこれを聞いて。朝日奈よ、お主は何としてでも生き延びてくれ。うわ、仲間と共に生き延びるんだ。いや、もう誰一人死なせたくない。本当に必ず生き延びるんだ。ああ。そんなのって、私さくらちゃんの気持ちを全然分かってあげられてなかった。親友だと思ってたのに。いや、まあでもこれはしょうがないよ、朝日奈ちゃん。
しょうがないな。ほんと余計なおせっかいでしたね。大神さんは殺し合いを止めるために死んだのに、結局はお前のせいで殺し合い見たくなっちゃった。おい、どんな根性してんだお前マジで。おかげで大神さんは無駄死にっすよ。いや、それは違う。全くもって無駄なんかじゃない。ぷぷぷぷぷ。しかもそんな余計なおせっかいのせいでみんなの命まで危険にさらしてさ。はい、責められる。みんなに責められる。当たり前だよね。それだけのことをしたんだもんね。いや、責められるのはモノクマただ一人ですよ、これは。ぷぷぷぷ。次の犠牲者も決まったね。本当に人の気持ちを理解することができないんだな、モノクマは。かわいそうに。何言ってんだよ。誰も責めやしない。は？そもそもお前が偽物の遺書なんかで朝比奈さんを騙したのが悪いんだ。それに、大神さんは無駄死になんかじゃない。はにゃあにゃ。だって大神さんは僕たちに思い出させてくれた。僕らは憎しみ合う敵同士なんかじゃなくて協力すべき仲間同士なんだってことを。そうだな。ああ、そうだべ。康弘、お前今度こそ改心しろよ。俺らが大賀に間違った憎しみを向けたせいでこんなことになっちまったんだし。どうだ、責めらんねえべ。誰も朝日だっちよ、責めらんねえべ。おお、お前主人公側に回ってくるかここで。うほー。最初から内通者なんて関係なかったんだ。だって僕らが戦うべきなのはお前だけなんだ。何さ、何なのさこの流れ。イライラ。そうじゃないでしょ。この殺し合い学園生活はお前ら同士の競争だよ。ほら、敵はお前ら同士なんだって。確かにモノクマの言う通りだ。白夜まだ響かないのかお前は。ふう、戸上くん分かってくれる。いや、響いてるでしょ。このゲームは俺たち同士の蹴落とし合い、勝者だけが生き残れる命がけの蹴落とし合い。確かにその通りだ。白夜、言ってやれ。だからこそ俺はこのゲームから降りることにするぞ。いやー、さくらちゃんは無駄なんかじゃなかったんだよ。やばい、涙が止まらんなってきた。は？当然だ。朝比奈と大神は自分の命を犠牲にこのゲーム自体を否定しようとした。そんな行動のせいで誰もがすっかりこのゲームへの恐怖心を捨ててしまったようだ。何度も言わせるな。緊張感のなくなったゲームに参加する意味はない。つまりあれだよね、もう誰も殺し合うつもりなんてなくなったっていうことが言いたいんだよね、白夜は。だから俺はゲームから降りることにする。なんと、なんだよそれ。となれば残された俺の楽しみは一つだけだ。この俺を操った気になっている黒幕にきついお仕置きを食らわしてやることだけだ。と、トガミくん、もしかして勘違いするなよ。俺は甘っちょろいセンチメンタリズムに動かされたわけではないからな。だ、ベジータみたいなことを言い出したな。私も白夜様についてくわ。黒幕が燃える男子って可能性もあるしね。みんなね、どうかしら。これでも大神さんの死は無駄だったって言える。つまんないのだけどいいもんねーだ。僕にはまだ例のお楽しみタイムがあるしさ。どういうことだ、ね、お楽しみタイム。じゃあヘッポコ内通者のことなんか忘れていつも通り始めますかね。お前らお仕置きしちゃうよ。お仕置きタイム。でも犯人だったオカチンは死んでますけど、まさか死体を使ってこれ以上遊ぶつもりなのか。まさか。そんな。私？違うよ。いやいや、クロが死んじゃったからって代わりの生徒をお仕置きしたりしないよ。僕ってクマ一倍ルールにはうるさいからね。聞いてよ。だけどさ、使わないのはもったいないじゃん。せっかくスペシャルなお仕置きを用意したのにさ、これさくらちゃんの死体をさらにめった打ちにしたりとかしないよなこいつ。スペシャルゲスト、なんだスペシャルゲスト。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。え、さくらちゃんの死体じゃないよねさすがに。でも他に誰が。そういうことか。隠したつもりだったけどな、アルタエゴバレてたか。
え、ショベルカーで。あー、ちょっと、やめて、開けてくれん？ちょっとマジで。いや、最後の希望なんだよ、みんなの。うわ、ショベルの達人。うわうわつわぁ。マジかよ。藤崎千尋を2回も殺すのかよ。うわぁ、アルスターエゴ。そんな、ひでえべ、撤回になっちまった。ふぅ、働いた働いた。腹減ったからラーメンでも食おうかな。やっぱガテン飯と言ったらラーメンだよね。ちなみに僕は塩ラーメン至上主義なんだ。だって豚骨とか味噌とかバカっぽいじゃん。色とか匂いとかボリュームとかさ、全部うまいでしょ。うわぁ、危険なのは分かってるよ。それでもやらなくちゃいけないんだ。でも怖いけど、でも大丈夫。ネットワークに繋いだばっかりだったのにな。なんかよく分かんないんだけど、みんなのことを思うと勇気が湧いてくるんだ。人工知能が何を言ってんだって思うかもしれないけど、でも本当なんだよ。だから大丈夫なんだ。みんなのためなら怖くないんだ。フラッシュバックするアルターエゴの言葉が僕の心の奥底で怒りに変わっていく。黒くドロドロに煮詰められたような怒り、それは言葉となって僕の口から溢れ出た。欲も僕らの仲間を、よくも殺したな。どうしたの？おろ、パソコンと友達なの？痛くね？ボールと友達って以上に痛くね？うるさい。ただのパソコンなんかじゃない。アルタエゴは仲間だったんだ。お前はそれを殺したんだ。すべてのものに霊魂が宿る的な精霊信仰ってこと？アニミズム的発想？まあなんでもいいけどさ。っていうか、寝触りだったんだよね。勝手に余計なことまで調べようとしてるしさ。やはりね。やはり気づいたのね。実は、いやいや、僕は最初から気づいてたよ。え、藤崎くんがノートパソコンに何かしてたことも、お前らがそれを使ってデータを解析してたことも、最初から何にもかもお見通しですがな。え、どういうことだ。あえて泳がしていたのか。そもそもそのノートパソコンに入ってたデータって、言うなれば僕からのプレゼントだったわけよ。あの難解のロックを解除できた場合のみ手に入るご褒美的な情報だったわけなのよ。あのね、だからさ、それを調べること自体には問題なかったんだけど、ネットワークまで覗きに来るのは調子に乗りすぎなので処分させていただきました。僕も。うわぁ。アルタエゴ。みんながここから出られるように、僕もみんなと一緒に頑張りたいんだよ。アルタエゴは僕らのために戦おうとした。命がけで戦おうとした。そして、殺された。お仕置きタイムのおかげで幾分すっきりしましたぞよ。いいね。無意味な死を見るとなんだか元気出るよね。下には下がいると思えるしさ。違う。無意味な死なんかじゃない。みんなの死が、仲間の死が、僕たちを強くしてくれてるんだ。いつか絶対、思い知らせてやる。ドキドキ。うわ、めちゃ怒ってますやん。むちゃ怖いですやん。じゃあそろそろ退散。でもその前に、続きを読んでおかないとね。え？遺書の？うん。大神さんの遺書がまだ終わってないんだよね。一気に読めや。え？気になるみたいですな。じゃあ読んであげるよ。もじもじ。僕の美声でね。朝日だよ。最後に仲間のみんなに伝えてほしいことがある。おそらくこの学園の謎を解く手がかりとなるはずだ。え、手がかり？
朝日奈よ。内通者として幾度となく黒幕とやり取りした結果、我はある事実を知るに至ったのだ。これ教えてくれるんだな、モノクマ。でもその事実とは、黒幕は我らの体にあることをしている。やっぱり記憶を奪ってるよね。そのあることとはおそらく、おっと危ない危ない、これ以上はネタバレが過ぎますって。絶対記憶奪ってるねこれ。残念。というわけで読書会は終了でーす。はぁ、こんな中途半端なところで気になるでしょう。この歯切れの悪さに腹が立つでしょう。それが目的だよバーカ。お前らが妙な結束固めやがる仕返しだもんね。じゃあせめてさくらちゃんの衣装あげるわけねえだろ。そんな残念。残念でしたね。で、あれなんだこれ。何、今度は何なの。あれあれ、なんか衣装の最後の文章が、最後に黒幕に言っておくがいい、我はただでは死なん、必ずや貴様に一矢報いるとな。お、うん、なんだよこれ、負け惜しみだよね。ただでは死なない、一矢報いる。まあいいや、死んだ人間のこと気にしても仕方がないし。じゃあ僕はそろそろ失礼するけどさ、お前らも一晩ゆっくり休んで、この学園生活への取り組み方を考え直した方がいいと思うよ。本当に卒業しなくていいの？外の世界の未練を本当に断ち切れるの？よく考えるんですね。いやー、そんな言葉だけを残し、モノクマは僕らの前から去っていった。だけど一体何だったんだ？大神さんが最後に残した言葉、この学園の謎を解く手がかりになるって言葉、黒幕が僕らの体に何かをしている。前にキリギリさんもそれと同じようなことを言ってたような。あれはセレスさんの学級裁判が終わった後、やっぱ記憶奪ってるよねこれは。あなたは何をしたの。あなたは私の体に何をしたの。ドキねえ、答えて、あなたは私の体に何をしたの。黒幕が何かをした、僕たちの体に。何をしたって言うんだよ。僕らは何をされたって言うんだよ。例えば僕ら全員の体の中には小型爆弾のようなものが埋め込まれていて、この学園から出て行こうとするとその小型爆弾がセンサーに反応して爆発する。映画や漫画で見たことのあるシチュエーションだ。ない話じゃないような。いや、そんなのって考えるだけでも最悪だ。やめよう、そんな最悪なことを考えるのは。おう、とりあえずこれで学級裁判も終わったし、モノクマも去ってったし。ゲーだよ。そんでこれからどうすんべ。なんだ、上に帰る以外に何があるんだ。あ、そうだな、そんじゃ帰るとすっか。でも私は、いや誰も恨んじゃいないよ。大丈夫だよ朝日奈ちゃん。朝日奈さん、やっぱり責任を感じて。バカバカしい、うぬぼれるのもいい加減にしろ。お前のような間抜けが仕掛けた謎など大したことではない。俺は全く見抜けてはいなかったし、ここめちゃくちゃ苗木に感謝しているがな。ありえん、あの程度のことで俺が殺されるわけないだろ。よき言うべ、キリギリッチと苗木っちのおかげだっぺ。黙れ。本当にごめんなさい。いつまで謝っているつもりだ。それで最後にしろ。そして可愛い笑顔をまた見せてくれよ。お前に何度も謝罪されるほど俺は落ちぶれていない。ごめん。うん、わかったよ。じゃあ、そうするね。あー、なーにその申し訳なさそうな、恥ずかしそうな顔は、可愛すぎでしょ。あれ？あれ？今の違うよね。え？あー、白夜に惚れたみたいな描写ってこと？攻略フラグとかそういうんじゃないよね。いや、白夜に今更惚れないでしょ、さすがに。私と白夜様の恋路を邪魔する人間が存在してはならないのよ。いや、またちょっと恋愛絡んできて殺人のフラグ立てんのやめてくれよ。は？な、何言ってんの、そんなわけないじゃん。誰があんなかませメガネを。かませメガネ。かませメガネだからかませメガネって言ったんじゃん。確かに完全にかませ犬だったね。
なるほど。どうやらお前は廃棄処分にされたいらしいな。また嫌味？あんたって友達いないでしょ。ちょっと白夜様とくじけんかなんて羨ましい。私も白夜様と罵倒合戦がしたいのに。でもジェノサイダー翔くんは白夜様のことを罵倒できないでしょう。やっぱみんなそう簡単に仲良くってわけにはいかないか。いやでも仲良くなってるよ、間違いなく。そりゃそうだよな。いやでもちゃんと仲良くなってるよ、前より。いい展開だよ。こうして大神さんの学級裁判を終えた僕らは再び清ヶ峰学園へと戻った。だけどこれで話は終わらない。まあそうだよな、黒幕を突き止めないとな。さらに時間は飛んで個室に帰り、そして夜になり。おう、なんだ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 、夜時間のお知らせ。おう、まあそうだよね、普通に夜時間だよね。ではでは、まあこれはいいとして、夜時間となり僕は眠った。深い眠りに落ちた。だけどそれでも終わらせてくれない。声が聞こえた。お、きて、え、キリギリさんか。起きて、え、朦朧とした意識の中、思いまぶたをゆっくりと開けると、うわ、キリギリさん、何この羨ましいシチュエーション。そうよ。おう、キリギリさん、キリギリさん、キリギリさんも結構謎のベールにまだ満ちてる部分あるからな。だからそうよ。おう、そっか、キリギリさんか。僕は思わず飛び起きた。何してるの。そうね、起こしに来たのよ。起こしに来たって、っていうか鍵は開いてたわよ、不用心ね。開いてた？うっそ。ね、本当よ、いちいち驚かないで。今何時なの。そう、3時よ。もちろん夜のね。夜の3時って、そんな時間にどうしてキリギリさんが僕を起こしに。おお、なんだこれ、何が起こるんだ。こんな時間にどうしたの。ナイギ君、ちょっとあなたに頼みがあってね。頼み？なんだよ。それは大神さんが遺書の最後に言ってたでしょ、我はただでは死なん、貴様に一矢報いるって。おお、あの言葉の意味を確かめたいの。確かめるって、でもどうやって。するとキリギリさんは僕の耳元に顔を寄せ、お、4階の情報処理室。え、じゃあね、先に行ってるから。うわあ、それだけ告げると彼女は僕の部屋から去って行ってしまった。は？まだ寝ぼけたままの頭の中で彼女の言葉がリピートしていた。4階の情報処理室。でもあそこって確か鍵がかかってたはずだよな。おお、一体なんだ。